はい、皆さんこんこにちは島瀬でございます、えー、と今日はです、ね、ちょっとあの大阪から、えー、お送りしているということで大阪の原のねあの店舗であります、えー、メンヤコノルというです、ね、イスラム教徒向けのラーメン店から現場からお送りさせていただきます。まあまあ、ただ本日はです、ねあのー、輸出の話ということで えー、輸出の基本と売れる払う商品、それ求める払う商品というです、ね、まあ、このようなテーマで、えーまあ、特に輸出、アウトバウンドのお話をさせていただければと思います、はいえー、改めまして、私どもなんですけれども、あのラう和食専門輸出商社という、まあ、こう名誉っておりまして、エアセットフロンティアと申します。 事、えーまあ、業内容、えー、多くハラルに関することは1、2、3ということなんですけれども、えー、ハラルの和食の輸出をやっておりまして、 東南アジアを中心にまあ約500アイテムぐらいですかね、今、輸出をさせていただいているということです。で、ハラル認証品がメイ,ンメインなんですけども、まあ、いわゆるノーフォークのアルコールといって、ま,あ、あのまだハラル認証取ってないんだけれども、豚はイス入ってませんよ、アルコールは全然入ってませんよといったような、いわゆる NPNA のポークのアルコールというような商品も多く扱っております。そして、海外の大手の流通企業さん。 BPIH グループさんはどん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 どでどっどん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 どとどんどんどもどん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  再開ということで、インバウンド非常に伸びているといったような状況で、えー、また国内のね、払う認証というのも、認証というか、ラルビジネスというのもね、非常に盛り上がって、えー、来ているという、ですね本当に実感を肌で感じているという次第ですね。で、僕はあのたまたま大阪に来ているという話をしましたけども、えー、道頓堀ですよね、もう本当にそのコロナ中というか、本当に去年とか、こ、まあ、今年の途中までもそうだったんですけど、本当にそのね、あの道頓堀が、 人が全然歩いてないみたいな、まあ、そんなような状況だったのが、もういっぱいですね、もういろんな外国の方で埋め尽くされているようなイメージです。はいまあ一部ね、まだ中国の方々が日本に入ってこられてないということで、えー、ねあの中国のメインランドの方を除いた形でという形になると思うんですけれども、もう本当に。 すすごいですよ。あのうん、あの100%戻ってるわけではないですけども、本当にその7割ぐらい戻ってるんじゃないかなという、そういうちょっと肌感覚で大阪、えー、ちょっとねあの歩いていましたけれども、そんな感覚であります。で一方でえー 輸出の方もですよねあの、我々マルチバウンドという表現をしているんですけれども、まあ、本当にそのインバウンドでも対応しながら、でアウトバウンドでもしっかり、えー、それをです、ね、あのシナジーを生かしていくというようなことができれば、えー、ものすごく効果が出てくるのかなというふうに思います。はいまあ、ちょっと簡単に今のちょっとねあの我々の、えー、インバウンドのところの説明なんですけれども、離、え、れ、ー、ラルダーメンの麺やホノルという業態で。 やってます、ねでまあ、こちらについてはですねその右上の方にインスタントラーメンとかあるんですけど、まあ、そういったようなアウトバウンド用の商品というのもあるんですけども、インバウンバドはこんなような形で、えー、いっぱい来てます、お客様が。でえっとねえー、2019年、コロナ前ですね、で年間に約5万人ほど来てて、つまり1ヶ月に4000人とか5000人ぐらいの。 ム、えー、スリムの方が来られているというようなお店なんですけども、最近でまた復活してきて、先月に関しては4000人ぐらい来てます。はい、で12月、また5000人とか行くんじゃないかなというふうに思ってますけど、ものすごい勢いで今、インバーの増えている本当になんていうか、えー、実感しているところですね。で、JNTO って言ってね、あの観光庁の方のね、組織の方から、 訪、まあ、日客、どのくらい来たかというのは、えー、半月遅れぐらいで情報が出てくるんですよ。で、11月の状況というのが、ね、今月の15日ぐらいが出てくるので、何人来たかなっていうふうには思っています、で、10月は何人来たのというと、まあムスリムね、あの東南アジアのムスリムでいうと、シンガポール、ね、まあ、一部ではありますけども、シンガポールが約1万4000人で、インドネシア人が1万1000人。 でマレーシア人が約9000人と、まあ、そんなような数字だったんですけど、11月でさらに伸びているんじゃないかなという、本当にそういう肌感覚を、えー、持っているところでございます。はい、で、まあ、本当にそのうちのお店が、そのインスタンフォロワーが4000万人来て、えー、ありますよと言いますよという、ムスリムの有名人、えー、俳優とか歌手、えー、政治家、大使なども、ね、非常に多くご来店いただくというようなお店で、えー、先日の、えー、安倍元首相の、まあ、国葬のために、 来日されたインドネシア副大統領の食事会には大使公邸で私どものラーメンを提供するなど、まあ、本当に大使館御用達のある、えー、ラーメンでもあるというのが当社の、えー、特徴でもございます。であの、やっぱりですね、今年ね、この、まあ、コロナも落ち着くんじゃないかと、えーまあ、4月、5月ぐらいからそういった話も、ね、あったと思うんです。で、そういう意味でいうとですね、やっぱり2019年まで、まあ、東京オリンピック 1> が1つのちょっとね。マイルストーンになっていたと思うんですけども、そこを目標というか、えー、2020年に4000万人を目指すといった政府の目標があったんですけどもまあ、そこまで上がル対応というのが非常に進んできてたとまあ、来てきたと思うんですよね。 国にしても自治体にしてもそうなんですけども,もちろん静岡県様ともでさまざまな取り組みさせていただいておったということもそうなんですけどもやっぱそういった動きというのが脈々とですねインバウンドは来てないけれどもいざ来た時のやっぱり準備として自治体の方々は止まることはございませんでしたよねその間にさまざまな準備、えー、インバウンド来ないんだったら輸出を進めていこうというような動きも当然ありましたし、えー、今年に関してはこのジェトロに関しまして我々がですね えー、中小企業輸出ビジネスモデル、まあ、調査みたいな、えー、実証事業の方ジェトロと一緒に今させていただいているようなところもありまして、えー、そういった、えー、動きであるとかまた大企業の方でもソフトバンクグループの、えー、グループ会社でうまみるという会社があるんですけど、まあ、そこと、えー、組みながら、えー、まあ 海外にハラル品を輸出していこうというような動きを私もとさせていただいておったりですね、まあ、そういったような動き、非常に大きくなってきているかなという、本当にそういう実感がございますね。はい、で、ハラルマーケットを中心になってくるんですけれども、えー、別にあの先ほど佐久間からもお話あったと思うんですけれども、えー、いわゆるハラル認証品だからといって、ムスリムだけしか別に食べちゃダメとかいうこともありませんし。 はい、専用品といいうわけではございませんあのそれが食べられる方、えーまあ、宗教であるとか、ライフスタイルで、えー、その食品が食べられる方であれば、別に誰か、ね、どなたか食べて、別に問題は全くない、えー、ということでございまして、なので、えー、イスラム教国が中心にはなるんですけれども、えー、一見、ね、関係ないと思われる、香港であるとか、台湾であるとか、まあ、タイであるとか。 まあそういったところも、ねあのー、やってます、あのアメリカとかもそうなんです、オーストラリアとか、まあねあのー、ムスリムが本当ゼロだというような国も逆に珍しいので、えー、そういった需要というのは世界にはあるんですけれども、例えばおいしくて安い、ね、お菓子とか、おいしくて安い水産品などでしたら、えー、まあ皆さんが、ね、好んでお買い求めいただけるということだと思うんですよ、はい。なので、そういったところ、えー、イスラム教国を中心に世界にチャンスを広げていく。 というのが私どものやり方でございます。はい、で、えっと、一番我々の方で取引が多いのは PPIH グループ、つまりどんどんドンキ海外ではどんどんドンキといいますけれども、えー、のお店なので、ちょっとそれを中心にいろいろと店舗の紹介などをしていきたいかなというふうに思います。我々も、えー、コロナが解、ね、禁になってから、えー、マレーシア、 シンガポールで、そしてタイのどんどんどんきさんをお邪魔して、まあ、それ以外もいろいろ行っているんですけども、いろいろねあの、久しぶりにというか、えー、コロナがあってね、ずっと行けなかったのが、ようやく、えー、店舗に、えー、しょっちゅう顔を出しているというような状況ではあります。えー、本当にどん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 さん、えー、海外のところ、ご覧いただいている写真ですね、うん、本当に日本と変わらないのは日本語で書いてあるじゃないかと、これ伝わるのっていうのがね、ちょっと一応あるんですけど。 まあ英語でもしっかり、記載が併記されているということで、ああ英語はしっかり書いて、鹿児島フェアみたいな感じで、鹿児島の商品があったりだとか、こういった形の,ねその静岡フェアみたいなのも、いつか原田ジャパンの主催でそれできたりかなというふうにはちょっと思っているんですけども、そういった形でフェアなどを行ったりして、県産品をえどん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 ,ちゃんで販売するえキャンペーンのような。 そのようなフェアのようなもの、はいうん、こんなもの盛り上がりますよね。<laughs> はいえー、とこういった、ねえー、お菓子があって、この左下の丸で囲んであるもの、例えばその認証、当然ついている方の取り扱いさせていただいている商品なんですけども、あの認証と一緒に、隣にビーガン認証もついているということで、幅広い層に受けているような商品がこちらのね、まあ、持ちコんという商品だったりもします。こんなものも非常に売れていますね。 はい、でこれは花火商品ではないんですけども、まあこんな感じでね、あの日本のドンキさんとまあまあまあ似ているというか同じですよね。こんな形でもう、もう、わーっと展示、えー、されている。そして、えー、こちらは水産品であったり、これシンガポールですね、えー。刺身がこんな感じで、マグロたたき。 8.8シンガポールドル。で、今、大体もうそのまま8.8を880円というふうにすれば、大体合ってますので、そうすると、あ、マグロたたき880円、まあ、ちょっと高いかなというのは思いますよね、はい。なので、当然、輸出する分のコストございますので、えー、そういったものが乗っかって、どうですか、マグロたたき、まあ、ちょっとこれ、何グラムかっていうのは、パー100グラムかということなんですけども、まあ、ちょっとお高いかなというのはしますけれども、まあ、でも全く手手が届かないような価格ではない。 えー、ということですよねこういったものであったり、<laughs> はい、これは、えー、と高島屋さんなんですけど、これシンガポールの、えー、高島屋の中に入っている、まあ、日本食のコーナーがあるんですけど、コールドストレージというところが、まあ、あの委託でやっているという、まあ請け負っている、えー、そんなようなコーナーです。ちょっとやっぱどの大きさで比較すると、整然と並んでいるという感じですよね。はい、あの綺麗に並んでいる、これが、えーまあ、高島屋さん。 いいんでしょうかねはい、さっきはすごいドンキさんっぽい、えー。なんかね、あの、なんか、激安ジャングルなんていう表現がありますけど、まあそういうジャングル的なところがありますよね、このドンキさんに関しては。ただまあ、あのー、高島屋さんはこういった陳列で日本コーナーあります。はい。でもあのー、ドンキさんとね、あの、高島屋とちょっと比較すると、まあやっぱりどんどんドンキさんに関しては、 えー、皆さんがやっぱり日本のものを求めてこられるということで、えー、コンセプトはですね、ジャパンスペシャリティストア、ジャパンブランドスペシャリティストアということで、えー、日本が何らかの形で関わってないと、その商品を扱わないというような、えー、コンセプトでやってますので、メイド・イン、えー・ジャパンであるとか、メイド・バ、ね、イ・ジャパン、いわゆる日本人が作っているよというもの。 プロデュースとバイジャパン、プロデュースは日本がしているようなんですけれども、現地の工場で作っています <laughs>、まあ。そういったものとか。なので、やっぱりあの日本商品に対する理解もありますし、そもそも日本商品を求めてきているというのが多いんですよね。で、まあ、高島さんに関しては当然あの、普通に他のスーパーで売っているようなものもいっぱいあるので、お客様がいろんな層が来ている。 ということで、日本商品だけを求めているわけではないので、まあちょっとね、そこの日本コーナーのお客さん、ちょっと少なかったかなという印象もありますよね。はい。メ治ジ屋さん、メ明ジ屋さんも、えー、シンガポール、えー、歴史は長いですけれども、こういった形で、えー、売ってます。ただやっぱりこういったところですね、やっぱどんどんどんきさん今13店舗、シンガポールありますけれども、まああ,あいった形で進出されるとなかなか、えー、 ととというようなところもちょっとござどん、ねはいえー、どんどんどんきさん、えー、こういったところで、まあ、うちのラーメンとかあったり、えー、こういった練り物であったり。はい、で一方で、マレーシアのどんどんどんきいきますけれども、えー、こういった、まあら認証、どこの認証を取ればいいんだみたいな話になってくるんですけれども、えー、マレーシアのいわゆる国営の、えー、認証機関であるジャキムというところと、 相互認証をしている日本の認証団体、ここだったら大丈夫ですよ、安心して、えー、買ってくださいねというようなことが書いてある。右側ね、ノンハラルコーナー、えー、イスラム教圏に行くと、えー、スーパーの中にです、ね、豚を専門的に扱っているコーナーは、こうやってノンハラルコーナーとして、えー、ここは豚ばっかりだから、まあ、逆にムスリムの方は気をつけてくださいねという、まあ、そういう意味もあるんですけど、まあ、そういった形で、えー、展開をされています。 はい、マレーシアのどんどんどん切りに行きますね。こういった商品が売られてますね。はい、これも、これはシンガポールじゃない、えー、マレーシアの北海道の、ね、お菓子だったり、右側、静岡の焼津の、えー、魚のね、えー、漬け魚、漬け魚、えー、切り身のね、えー、加工屋さん、焼津の有名な、えー、今の川商店さんのね、商品ですね。はい。 こういったハラルコーナーというのがあります。こういった形、これ全部ハラルコーナーということで、ハラル認証が、ね、ついている商品ですよということで、えー、ハラル認証商品、まあ、マレーシアのれでどん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 ど ざっくりですね、どんな商品が今、売られているのか、ね、ちょっとあの画面見ていただいたんですけども、えー、こういった形でちょっとご紹介をさせてください。まあ、こういったラーメン類でありますとか、はい、左上は、ど、えっと、うかの磯駒のりさんですね、の、え、り、っとまあ、と、そしてふりかけと、まあ、こういったラテみたいなのもね、やっぱ甘いラテってすごい人気だったりしますので、ね、こういった商品。 こちらはお菓子類でチョコレートであるとかスナック類であるとかアラネであるとかそういったものもございます。えー、そしてお茶は当然ね静岡は売れてますよねので小栗農園様のお茶も人気商品としてフレーバーティーも出ています。右下は先ほどの漬け業ですよね。 まあそういった乾物類、左下乾物類、左上の調味料、調味料もね、非常によく出ます。肌認証がついている日本の商品ということで、珍しいですっ、ねはいえー、と練り物だったり、えー、左下はだしとか、<laughs> えー下はりんご酢とかま、そういったものもございます。えー、果汁類、えー、非常に100%ジュースと人気なので、えー、こういった商品も出ております。はいえー、とこういったまあお菓子類。 はい、ね、ラングドシャとか、はい、静岡をね行もいますね。これもあの植えてますね、はい。こういったお菓子類など、はい、練り物だとね、あの静岡の焼津の金さ、大井沙太郎商店さん、えー、かまぼことかちくわとかね、あのそういった、えー、商品も一緒、えー、にれているというふうに聞いております。まあ、こういった商品をねこう扱ってはいるんですけれども。 え静岡のね商品もえたくさんございますあの今ご紹介できたまた商品などもえたくさんえっと取り扱いをさせていただいておりますえー、何が売れているのかというところなんですけどアゼリシアシンガポールではまやっぱりまあどんどんどんきさんということでねお菓子がものすごく強いということでお菓子類がすごい売れているえということであとアイスも皆さん好きですねアイスが売れてますでラーメン類も もうもともと麺が大好きで、麺プラススープというものがいっぱい売れている中で、日本のラーメンはやっぱりまあ本場ということで非常に売れています。で、輸出はするのは、ね、なかなかあの冷凍でないと難しいんですけど、生菓子とかスイーツ、えー、これもやっぱり日本にものすごく期待されている、えー、味のクオリティが非常に高いということで人気、えー、お茶、えー、特にまあ抹茶などもそうなんですけど、やっぱり日本に期待されている一つの。えー 食品でですす。よね。えー、お茶ですで100ジュースえー、肌の出荷は今月かな、になりますけれども、えー、こういったものもすごい、やっぱりリンゴとか桃とか、ね、やっぱあの東南アジアにないものというのが特に人気になっているかなというふうに思います。うどんとかもそうなんで,す、はい、で、す、えーまあ。和牛とか、まあ、寿司、マグロサーモン、ね、あのこの,辺の海鮮系だとやっぱりマグロサーモンがまあ売れる。で、ホタテとか。 カニ人気ですよ、ね、も人気、まあ、サバも人気ということで、なかなか、ね、他の漁種については、なかなか、えー、すごい人気ということはちょっと出てはいないんですけども、こういった漁種がやっぱりすごい大人気といったところなんですけども、こちらの多くは日本での状態と比較して1.5倍から2倍前後でやっぱり販売されているということで、えー、そうなってくるとやっぱりちょっと高いじゃないですか。えー、ですので、も、えー、ともとの価格がやっぱりかなり抑えてないと、 ね、普通に考えて、日本で価格の1.5倍に倍って、なかなかハードル高いですよね。例えば安いスーパー、えーまあ、本当にその日常的に、えー、我々が行くようなこスーパーと、まあ、例えば年、ね、俸パッチカーと、やっぱり価格全然違うと思うんですけども、まあ、そういった感覚に近い感じになりますよね。 ですので現地のスーパーにおいても日本商品はまあ比較的高いということになりますので元の価格はあまり高いと現地で、ね、あのかなり高い商品、高額商品という,うになってしまうのでなかなか一般の方は手が出ないということになってしまうのでちょっと気をつけた方がいいということでちょっと、ね、今日30分しか時間のないということで、えー、まとめに入りたいと思います。でイスラム市場への輸出対策で ということなんですけれども、もともと国内向けで非常に売れているよという商品え、皆さんお持ちだと思うんですけれども、ターゲット国に、まあ、輸出可能な成分で開発、製造というものをしっかりしていかないと、えー、そもそも輸出ができませんよということになるので、えー、しっかりターゲット国の、ねえー、レギュレーションを、えー、把握して、生産の方にしっかり取り組んでいただきたいと。 思います、まあ、もちろんね、あの後から変えるという手も、まあ、もちろんできればいいんですけれども、OEM とか受けているとです、ね、簡単ではないと思いますの初めからそういった成分で強くしましょうということです。まあうこと本当にそうう皆さんはもう、ね、あのユニバーサルにいろいろやっぱりあの使える、えー、いわゆる原材料に変えるという動き、非常に多くなっているかなと思いますので、気をつけてください。 はい、であと原材料の,この産地ですよね、本当にその特徴を付けたいところです。で日本から遠くなればなるだけ、当然、日本の都市,を、まあ、都市を知らないということになって、それは逆も、まあ、当然そうで、日本からあまりにも離れていて、まあ、アメリカは、ね、離れてますけれども、まあ、非常に、ね、こういう、まあ、皆さん分かってますけど、そうでない国だとね。 名指しで言うのもなかなか難しいのですけれども、アフリカの、ね、北部にある国って、えー、なかなか皆さん本当に知ってるかというと、ね、なかなか知らなかったり、えー、すると思うんですよね。あの正確な位置とかも多分わ分からないというケースも非常に多く、えー、存在すると思います。まあ、そういった意味で言うと、逆もしかして、えー、日本の都市はあんまり知らないですよね。北海道なんか聞いたことあると、えー。例えば、えー、京都とか東京、大阪、何となく知ってる、それ以外分からないという人も非常に多いです。 はい、なので、しっかり特徴をつけましょう、静岡だったら、ねあの、本当にその大きな、まあ、本当その、かぼしげございますよね、はいで、お茶も有名ですし、当然富士山が、はい、有名ですしえ、水産物も非常に有名ですので、えそういったところ、をしっかりえ特徴をつけられたらいいかなという,うに思います。 でやっぱりパッケージってすごい重要で、とにかくジャケ買いという言葉があるぐらいですから、えー、パッケージでもう買おうかなっていう動きっていうのは、本当にその外国の方にも当然あるので、えー、非常にそのアイキャッチ、で、えー、気をつけていただきたい。でもやっぱりねあの、あんまりやりすぎるとなんかちょっと変な感じになってしまうので、えーまあ、ほどほどはいいんですけど、日本っぽいパッケージがいい。で、えー、日本の文字が漢字、金交じり文というのが日本の文字の特徴ですよね。ですので、ひらかなというのはやっぱ言え、まあ、ると。 全部漢字がバーッと並んでいると、あの中国と見,見分けがつかないということにもなりますので、えー、しっかり日本をアピールするということが重要ですね。はい、で、花認証品はやっぱり輸出に関しては適切な認証、先ほどちょっと画面にも出てきましたけれども、えー、相互認証、狙っているターゲットの、えー、国と相互認証を結んでいる日本の認証の団体を取る。 とるということがいいということになっておりますので、この辺ちょっと詳しくはですね、ハ、え、ナ、ー、ジャパン協会の方にお問い合わせいただければと思います。はい、そしてですね、まあ、やっぱ味付けに関しては、本当に濃い味付け、えっと、甘いものはやっぱ激甘とかね、まあまあ、激甘というか日本人が、まあ、食べたらちょっと甘すぎるなみたいなものがいいかもしれません。で、辛いものはやっぱり激辛。日本人が辛いって思っても、実は現地の人で、ね、普通じゃないっていうふうに言われるケースも よくあるんですですので、こういったところもね本当現地の方に対して試食会とかをできると一番やっぱいいと思いますので、えー、そういったご相談もですね原ジャパン協会の方でやっておりますので、えー、ぜひお問い合わせいただければという,ふうに思っています、はいで。東南アジアにおいては、ですねちょっと私どもの経験でいうと、えーその、ヴィーガン、ベ、えー、ジタリアン、グルテンフリーを打ち出した商品というのは、ちょっと今のところまだまだ。 透明かなそれがすごい人気が出るというのは、ちょっとまだ不透明かなというふうに思いますので、えー、ちょっとその辺は留意していただけたらと思います、はい <coughs>。で、健康、一方でね、健康とかダイエット系というのはちょっと人気が出そうかなというふうに思います。で、当然ながらこれもね、あの痩せますって言ってね、言っちゃダメというのはもう皆さんお分かりいただいていると思うんですけど、表現はちょっとその国に合わせた形で慎重に行う必要がございます。で、えー、っとさっきの価格のところですね、安いものでないとなかなか東南アジア。 えね、受け入れられないということで、当然例外もあるんですけども、長通ったものだと、ね、高いものもまあバンバン売れているというのがあるんですけれども、あまり認知度が低いものだと高いものだと必ず売れないです。ただ試食会とか、ね、あの現地で試食販売などをすると、あ、おいしいねと、やっぱ日本すごいな、じゃあ買おうかなというふうに、ね、まあ、そういうふうになってたりするので、やり方次第かなというふうには思います。 賞味期限、東南アジアだと最低180日必要になりますので、まあ、品質とのバランスは本当日本クオリティ、まあ、日本の国内で言うんだったら100点満点、皆さんに出して110点、目指していると思うんですけども、いや95点でも例えば安くなったり、賞味期限が伸びるんだったら、ちょっといいかもしれないというところもあるので、ちょっとバランスもあるので、ね、そういったところをしっかり考慮いただくといいと思います。 で冷蔵冷凍品はやっぱり輸出ということもあって、難易度がちょっと高いかなというふうに思いますので、もちろんできないことはないんですけども、できればドライ品の方が展開しやすく、えー、流通業者様にも受け入れられやすいという特徴がございますので、もしドライ品ができるということで、えー、デトルトであるとか真空で何かこうつゆができるということになれば、えー、そういったところをやったがうが、えーまあ、早く輸出が成功しやすいかなというふうに私も思います。 はい、で日本で知名度があっても、一見分かりにくい、ね、商品の場合は、やっぱり置いてあるだけではなかなか売れないということなので、売り方提案、えじゃあ、試食販売した方がいいのか、マネキンとかやった方がいいのか、はじめにキャンペーンで1個買ったら1個ついてくるとか、まあ、そんなようなキャンペーンでまず知ってもらうという動きをした方がいいとか、あとは動画作って、QR コードを、ね、ポスターに貼っておいて、やっぱりそれを外国語でしっかり、えー、作って。えー どうやってお伝えするかっていうのを、えー、これもですね日本人だけでやってると、やっぱり、えー、気づかないところっいうのもありますので、本当にそのムス、えー、の方々に、多くの娘の方々にご意見をいただいて、えー、これは伝わる、伝わらないとか、ね、そ,れはそういったところも本当にその日本人の本当にそのなんていうか自己満足では絶対伝わりませんので、えー、しっかりそういった反則に関しても、現地の方々の意見を聞いた方がいいのかなというふうに私も思います、えー。この辺もご相談いただければと思います。 で、まあ、メーカー様のね、協力絶対必要です。動画を作ったりとかね、やっぱり現地の、まあ、例えば、まあ、あの、焼津港だったら、焼津港のね、本当、その現地の様子、えー、お茶だったら、そのお茶のね、こう、さばたの様,様子であるとか、まあ、そういったところの撮影などもねそれ、それから歴史なども、まあ、ストーリー非常に重要です。そのストーリーをこう,うまくお伝えすることで、ね、しっかりと、えー、お客様に伝わって、あ、日本商品、本当にクオリティ高いな、というところが伝わって、初めて1.5倍、2倍。 しても手が伸びるということにつながるとととといいううここにですよ、ね、ですので、その販売促進に関しては、流通業者様にお任せというよりは、一緒にやっていくという、メーカー様の方もね、かなりやることも多いと思います。だけど、まあ、そういった形で、流通者様と一緒に協力することによって、お客様に伝わって、結果、まあ、皆がね、ハッピーなこというようなそのような。 販売方法ななどがいいのかなということで、えー、輸出対策としてね、いろいろちょっとまとめて、駆け足で、えー、お話をさせていただきましたが、ちょっと30分ということで、えー、また詳しい話で、ね、どうしても聞きたいということであれば、別の機会もあると思います。えー、どうぞ、ハガジャパン協会の方にお問い合わせいただければと思います。ご清聴ありがとうございました。